発電所への潜入には成功した。レックの到着を待ってサポートに回る。中は照明が不安定で進みづらい。あいつにも気をつけるよう伝えてくれ。ナンバー3、ダイナが発電所を占拠している模様。膨大な電力を狙ったものと推測されます。よし、準備は。システムレディゴー。なんだなんだ、何が起きた。博士、落ち着いてください。ただの停電です。エリア一帯の電力供給が不安定になっています。ロボットには何か影響があるかもしれません。十分に注意してください。レック、かかってこい。やってこい。別ルートから先行する。俺が引き受けた。行け、ベック。あなたまだ動いてるのね。
だったらその電気私によこしなさいよ。はい、そちらの件につきましては全力で対処に当たっておりますので、はいはい。くそー、ブラックウェルのジジイめ、私の晴れ舞台を一度ならず二度までも、そんなに私の邪魔がしたいのか。もしもし。ああ、どうも、いつも御社には大変お世話になっており。反応はすでに途絶えています。最後に確認されたのがこの鉱山地帯です。よし、準備。システムレディゴー。マイティナンバー4、ピックの反応が最後に確認された地点に到着しました。今は信号は途絶えてしまっているな。もしかすると彼はもう。あいつはそんなヤワなやつじゃないさ。ベック、注意して探してやってくれ。やってやる。やる。うん。警告。ベックの通信状況が悪化しています。このまま進むと通信が途絶える恐れがあります。つまり、ミックはその先にいる可能性が高い。問題ない。そのまま進んだ、ベック。はい、わかりました。
博士に頼まれてな。随分心配しておったが、無事のようで安心したぞ。博士、ありがとう、パット。いや、安心。物の数ではないわ。さあ行け、ベック。ニック、よかった、無事だったんだね。博士の言った通り。暴走してる。僕が止めなきゃ。博士が僕に任せてくれたんだから。はじめとする暴走ロボットたちが大統領官邸を占領したとの情報が入っています。よし、準備。System ready? Go! 大統領官邸に到着しました。まったく狙撃ですが、スナイパーの反応はどこにも。セイドの仕事はあいつだ。シェイドはこのところのどこかに潜んでいる。狙撃の方法を探すんだ。反応が消失。すみません、目標を見失いました。仕方ないさ、そういう風に作ったんだ。人間様の犬にしちゃやるじゃねえか。まだ狙われてると気を抜かよ、ベック。おっとと、まあいい。
間どもは事件が起きた途端みんな嬉しかった。国を恐れる立場にありながらこの一大事にだ。あったりよ、身勝手なもんだよな。私を足止めしようなんて舐めてんじゃないわよ。ありがとうダイナ。手のかかる大人たちだこと。それじゃシェードのことは任せたわよ。このままじゃラチが開かねえ。場所変えるぜ犬っから。決着をつけようじゃねえか。なあ犬っから、おめえさんは自由になりたかねえのかい。わからないけど、博士はみんなを困らせてまで自由になりたいとは思わないよ。まあそう思うのもおめえさんの自由か。だが俺の邪魔するってんなら食えてもらうぜ。ここだぜ。ここだぜ。甘えよ。ここだぜ。ここだぜ。甘えよ。ここだぜ。ここだぜ。これだけの力があってよ、なぜ人間どもの命令に従う。違うよ、僕自身がみんなの暴走を止めたいんだ。次は仕留めるぜ。わかるかい。おい、おい、わかるかい。あばよ、わかるかい。わかるかい。お願いだ、正気に戻って。歌詞を作っちまったかな。なあベック。
Station. Play it.なんだって？それは確かなのか？ああ、今回の事件の原因は私だ。正確には私が過去に研究していたロボットだな。 CDN1201 トリニティ。他のロボットの機能を学習し成長するロボットだ。暴走したロボットたちのプログラムの中にほんのわずかだが共通する部分を見つけたんだ。見つけて驚いたよ。それは紛れもなく私が書いたものだったからね。待てよウィリアム、おかしいじゃないか。そいつの研究は打ち切られたはずだろう。当時のチェリーダイナミクス最高技術責任者、他ならぬドクター・ブラックウェルの手によってだ。それがきっかけで君はうちに来てベックを作り上げたんじゃないか。そうさ、奴はトリニティの可能性を認めなかった。ただ危険だと言って。それがなぜ今になって。ねえ博士、大丈夫？ああ大丈夫だよベック。サンダー、少し考えを整理させてくれないか。君は残る一体の救助を頼む。ウィリアム、